エシン・ワシントン。エシン・ワシントンとは、日本の競争馬、外国産馬である。中央競馬で CBC 賞など重賞2賞を含む通算8賞を挙げた。GI 未勝利ながらもフラワーパークとのスプリンターズステークスでの1センチメートル差の死闘などの名勝負を繰り広げた喫水のスプリンターである。引退後は、種ボバとして、シズナイレックススタッドにて強要されていた。 バレーは、当時の表記、数え年とする。1993年11月の中京芝1200メートルの新馬戦で、溝橋秀吉を安城にデビュー。このレースを、いきなりのレコードタイムで勝利し、自走を2戦目にして、GI の朝日杯三歳ステークスに進み、初戦を評価されて2番人気に押された。しかし後の3冠馬、成田ブライアンの6着と敗れる。 このレース以降、全レースで熊沢重文が起場した。翌1994年は1400メートル、1600メートルのレースに出走しともに差のない2着となるが、1200メートルの萌え儀賞では勝利し、スプリンターとしての適性を伺わせた。この50勝初制覇を狙ってアーリントンカップに出走するが、2着に敗れた上に骨折も判明し、 一時休養に入ることになる。同年9月の朝日チャレンジカップで復帰。このレースでは生涯唯一の2000メートルのレースだったが、やはり適性の違いからか5着に敗れ、この後からは完全に短距離路線に絞ったレースに出走していくとになる。そして自走のセントールステークスで初重勝制覇を成し遂げた。次のスワンステークスでは3着に敗れましたが、 桜爆新王とノースフライトという2頭の GI ホースについでの木ということで決して評価を落とすものではなかった。この後のシリウスステークスを単勝1.0倍の人気に応えて2着に6馬身1秒の差をつけて優勝し GI スプリンターズステークスに出走、3番人気に押されるもレースでは桜爆新王の4着に敗れた。けて年は 初戦の落葉ステークスで障害発の1600メートル戦で勝利し、自走の淀短距離ステークスでは58.5キログラムの金量を背負いながらもレコードタイムで勝利と、重傷レースではないものの充実した時期を迎えていた。しかし、この後またも骨折が判明し、療養を余儀なくされることになった。同年の10月に復帰を果たしたのだが、以前のスピードが戻ってはおらず、 復帰戦のセントールステークスで一番人気に支持されながら5着。その後も、得意の1200メートルのレースでも、精裁を欠く走りが続き、マイルチャンピオンシップ10着、スプリンターズステークス9着でこの年を終えた。翌1996年は、マイラーズカップから始動。3着に敗れたが、勝ち馬から花、首の差であり、復調を予感させるレースであった。 自走洋春ステークスでようやく勝ち星を上げ、復活かとも思われたが、シルクロードステークスでは12着に敗れた。この後今年から GI に昇格した高松の宮杯を、目指すもフレグモーネを発症して回避。自走半球杯では14着と大敗し長い、休養に入ることになった。その後、この年のマイルチャンピオンシップで復帰。五ヶ月ぶりのレースで、いきなりの GI レースではあったが、 三着に入る、構想をしている。翌週には、連投で CBC 賞に出走。この春、GI、高松グーバイを勝った、フラーパークを破り、レコードタイムで、自身二度目の重賞制覇を成し遂げた。そして第三十回スプリンターズステークスでは、前走の走りは、評価されつつも、連投などの疲れを懸念されて3番人気にとどまった。レースは、 いつものように逃げて、束を引っ張るエンシンワシントンを高位置から、フラーパークが追い詰めて2頭並んで、ゴールイン。結果は、写真判定に持ち込まれ、異例の長時間の判定の結果、わずか1センチメートルの差で2着という判定が、下された。しかしこの長時間の判定は、ファンの記憶に残るものとなり、また3着の新高キング以下には五馬身の差をつけて1200メートル戦での、 強さは見せつけた格好であった。この後も現役続行する予定であったが、調教中にまたも骨折。それも今回は競争能力喪失と見られるほどの重症であり、安楽死処分も検討されたが、種子バ入れを目指して治療が行われた。幹部をギプスで固定したため低用炎の発症も危惧されたが、勘治後に JRA の馬名登録を抹消され、現役を引退。 北海道のレックススタと似てためぼば入りした。血統的には、父母ともに日本ではあまり発展していない血統であり、おじじアんの後継種母バとして期待されていた。反面、おじじアんとともに、配合の難しさもあり、これといった産句はまだ出ていない。産句は一定の勝ち上がり率を上げているが、父親同様堅実に上位に食い込むがなかなか、勝ちきれないという産句もいる。 同じ、A、シンの冠名を持ち、同じく短距離路線で活躍しながら、GI には一歩届かなかった逃げ馬、A、シンバーリンとの間の子供を期待するファンも多いと、牧場関係者は語っていたが、2005年に実際に後輩が行われ、翌2006年に無事ボバが誕生した。しかしその子は2010年現在で競争場登録が行われていない。3区の半分以上は、 栄心牧場の生産場だが、日本の主流血統である、ノーザンダンサー、ヘール・トゥリーズン、ナスルーラを血統内に含んでおらず、池血統として評価をする生産者もおり、産区からは未だ重症化チウマを出していないものの、毎年ある程度の数の産区を送り出していた。2009年の種付けを最後に種ボバを引退し、鹿児島県有水町のホーストラストにて、 高老馬として、第三の馬生を送っていたが、2014年7月8日に、右甲子蹄骨骨折のために死亡した。母の弟にプールデッセデプーラン、ハリウッドゴールドカップの勝馬ブラッシングジョン、本島輸入しボバ、形成杯3歳、ステークス3着馬インディードスルーがいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。